後崎チャンネル。じゃ、さあということでですね、今日はキャンプで宮崎に、来てますけども、2月1日キャンプインですね。というところでですね、まあ今日キャンプのね、また話題ね、こういいね、光ったねっていうねところはですね、まあ、YouTube でもお伝えしますけども、日刊スポーツでですね、里崎ウォッチね、今日も多分原稿ね、ネット、そして新聞でね掲載されると思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。もちろんね、 YouTube でも光ったね、あの選手、この選手いいねっていうね、バットだねっていう選手はですね、YouTube でしっかりねお伝えしていきますけども、日刊スポーツでもねしっかり里崎コーナーも掲載されてますので、ぜひ皆さん読んでみてください。さあということでですね、今日はですね、阪神矢野監督のね、キャンプイン前日に今季限り退任表明したっていうところのね、ぜひっていうところをですね、話していきたいと思いますけども、まあね、キャンプ前日1月31日にね、沖縄キャンプイン、全体ミーティングでですね、今シーズンをもって退任しようと思っていると、衝撃、発言を明かすと。これはですね、まあ紐解くと、昨年ですね、阪神、矢野監督続投、結構早々と優勝争いする中で結構早い段階で、続投要請、になって、で矢野監督もそれを、受けて、シーズンね、最後勝ち星ではねヤクルトに上回りましたけども、まあ、引き分けの数と勝率がねやっぱ上回れなかったっていうところでね、まあ、シーズン1位は勝率で決まるっていうところでね、優勝を逃し2位でクライマックスシリーズでも敗れてね、日本シリーズにも出られなかったっていうところで、早々と続投要請の中で、それを受諾してたんですけども、やっぱりそのね、もう絶対優勝できるっていうね状況にあるだからの逆転劇を許してしまったっていうところでね、シーズン、終了後にですね辞任っていうところをね、球団に、申し入れたっていうかね、相談したところですね、球団からの、強い理由があってっていうところでね、球団側もね、早々と続投要請をして、そこを受けてもらって、いきなりシーズン終わってからね、やっぱやめますって言われたところで、やっぱそのね、去年2021年、だから2022年のシーズンのもとに組閣っていうところは、やっぱりそんな早々できないですね。しかも、昨年はシーズンがね、結構、長い段階で、まあ、日本シリーズでね、11月末までっていうところに、長くなってしまったんで、さすがにいきなりね、続投のままの、ところを、計画してたところでいきなりやめますって言われても、球団としてもね、ちょっと対応しづらいっていうところはあるのとともに、やっぱり矢野監督でね、もう一年戦ってほしいっていうところで、まあ、全力でね、移留したっていう中でね、まあ、続投が決まったっていうところは、あったんですけども、まあ、その中でね、多分矢野監督としても、まあ、本当はその優勝を逃したことへの責任を取って、やめようと思う中でですね、まあ、遺留を受けて今年に臨むっていうところで、その何かそのね、多分計算があって発言したんじゃないと思うんですよね、個人的には。自分への奮起っていうか、自分へのこの、なんていうんですかね、この踏ん切りっていうのをね、つけるためにっていうところが、まあ、発表に至ったんじゃないのかなと思います。だからまあ、個人的にはですね、まあ、まあ、そんな、言わなくても良かったんじゃないのかなって言ってね、過去ね、報道によるとですね、星野監督、中日時代の星野監督もキャンプイン前日に非公式でね、朝の散歩中にこの道を歩くのも今年が最後かなみたいな感じでね、こう退任を匂わすみたいなね発言があって、でまあその事実ね、その年で、退任したっていうところは、ありましたけども、まあ、言わなくても良かったかなっていうところはありますけども、多分本人の中でのなんかね、踏ん切りをつけるっていうか、この意思表示っていうかね、強い思いがあっての表明になったと思うんですけど、まあ、その中でね、大きくざわつくのがですね、まあ、取材もね、されて答えたんですけども、それによってのチームの影響はどうなんやっていうね、ところになるんですけども、まあ、メディアがね、使うのがですね、もし今年ね、阪神が優勝したら、矢野監督が退任するって言ったからチームが一つになって、一丸になってリーグ優勝日本一になった、あの発言がチームを一つにしたって言ってね、シンデレラストーリーを築くし、仮にねダメだった場合は、あの発言があったからチームがまとまらないで空中分解した挙句に B クラスに転落、あの発言が今年のチームの低迷を招いたみたいなね、多分どっちになってもそれを使われるんですよね。でも結局ですね、正直そんな関係ないですね。だから僕もですね、そのシーズン前っていうか2009年のロッテ、ボビー、最終年がですね、まあ球団発表ですね、まあ矢野監督はね、1月31日、2月1日、キャンプイン前でしたけども、ロッテの場合はですね、前年の、シーズンオフに12月ぐらいかな、
にですね、来シーズンは、優勝しても、しなくても、ボビー・マレンタイン、今季限りですっていうね、発表が球団から、なされたんですけども、まあこれね、ボビーから辞めたっていう声もあるんですけど、でもその後のいろんなことの発言とか、ボビーと話し個人的にしたこととか、いろんなことを考えると、まあ、フロントから、まあ、もう今季限りですよっていう通達、しかもその発表が、もしボビーが直接辞めるって言ったんだったらば、まあ、監督からの発言で今季限り、まあ、来季限りで、最後の年という、報告を受けたんでって多分球団発表すると思うんですけども、まあ、球団がね優勝しようが何しようが発表があるっていうところがね、まあ、球団主導だったかなって思いますけども、あの2009年の自分のことを思えばちょっとねボビーとフロントがなんかもうバタついてんなっていうか、こうなんかもう何なんだろうねっていうね、もう本当選手としてはもう静かに野球やらせてくれよっていうね。でまあファンの人とのねなんかあの色応援ボイコットとかいろいろあったりとかですね、なんかもう空中、それこそ空中分解じゃないけども、黙って野球やらせてくれよみたいな。でもね、なんとかボビー派とかにね、もうなんか別れちゃって、もうどうなっていくんだよみたいな。でも来年からボビーはいないし、言うこと聞かないし、来年残る人たちはもう俺らの勝手にやろうぜみたいな感じの、なんか雰囲気のようにね、個人的には、見えたんですけども、それのね、時と違ってですね、今回のタイガースの場合はね、まあ、球団は矢野監督にやってほしい。で、矢野監督はもう今年で辞めるっていうね。だから、で、その、補強にしてもね、あの時のロッテからしたら、本当に勝ちたいんかなっていうようなね、補強に見えましたけども、だから予算とかね、あんまり出してくれなかったどうとかっていう話もありましたけど、どこまでが事実かわかりませんよ。ね。でも今回はね、阪神をね、スアレスの代わりに、抑え候補っていう外国人選手も取ってきてるしね、しっかり補強っていう部分では、チームが勝つために球団としてもサポートしてるわけですよね。だからそういったところで考えるとそこまで勝ち負けに影響しないんですよ。しかも選手はですね、まあ2009年のすっごい渦の中にいてプレーしましたけども、監督が変わろうが変わらないが、今年で最後だろうが長く続こうが、ね、新任の人来ようが、ね、OB が来ようが、誰が来ようがですね、自分の結果を出すことを諦めたり手抜いたりしないですね。なぜなら自分に返ってくるからね。その誰が監督だろうが自分が結果を出すことっていうのは諦めないし、なんかこの監督やからもう手抜いてやっちゃおうか、負けてもいいかなんていうことはね絶対しないね。なぜなら自分のね生活に関わってくるし、選手の一連っていうのは非常に大きなね意味をもたらすっていうところで、監督が変わるからとかどうだっていうところで選手のモチベーションっていうか、その頑張らなきゃいけないっていう姿勢が正直変わることもないんで、で、それが変わらないっていうことは、勝ち負けに影響することはね、ほぼないんですよね。で、唯一変わるっていうかね、唯一やらなきゃいけないことは、やっぱこの監督がね、変わるときに、これは毎回言ってるんだけども、監督が変わるときに起こることっていうのは、強くなる弱くなるじゃないんですよね。こう、使われる選手が変わる。でも、絶対的なレギュラーっていうのは、監督やコーチが変わろうが、使われ方は変わらない。だから阪神では近本とかね、近本がじゃあ矢野さんから違う監督になったからって補欠になることはね、ないと思うんだよね。で、そういったところの選手たちは変わらないんだよね。でも一番変わるのは、そのベンチにいる選手だね。だからネクストプレイヤーたちっていうのは、矢野さんが期待してるとか、矢野さんが目かけてるとか、ね、矢野さんがの好みであるっていうね、選手たちは、このね、猶予1年の間に監督が変わっても、コーチが変わっても、居場所を確保するぐらいの結果を出さなきゃいけない。これがね、その矢野さんがいることによってのポジションがある選手たちは、やらなきゃいけないことだね。そうじゃないと監督が変わると、そのね、ポジションがなくなるっていう可能性もあるんで。でも普通はね、猶予ないんだよね。オフにいきなり変わって、監督来て、何も猶予もなくて、場所なくなるっていうところもあるけども、そういった選手も、1年ね、この猶予があるんで、その選手たちはやっぱ今年ね、しっかり結果を出して、やっていかなきゃいけないね。で、そういったところはね、ちょっと違うところあるからって。でもそれにしてもね、いい面しか出ないからね。まあ結果出る出ないは本人の問題であるけども、結果を出さなきゃいけないっていうね、モチベーションが上がることによってね、チームの活性化につながることもあるし、それは非常にね、メリットある部分かなと。でね、もう一つね、まあ最大のデメリットはですね、周りがですね、ネクスト監督を、やっぱり言い出すんですよね。ちょっと負けたり、ちょっと調子が悪くなってくるとね。で、あとコーチの人もね、まあ、矢野さん派っていうね、人たちもいると思うんだよね。で、そうなった時に、監督が変わった場合、コーチとして自分の立ち位置がなくなるっていうね、
パターンも出てくるんですよね。でそういったコーチの皆さんもですね、やっぱり背に腹は変えられないんですね。就職活動っていうのをですね、シーズン中始められる可能性もあるんですよね。でそう言ってくると、ちょっとね、試合に向くのとね、このちょっとね、意識が分散していくっていう時に、優勝争いから脱落したり、クライマックスシリーズ争いから脱落すると、一気にね、そっちの来季に向けてシフトチェンジしたして、ダダダダっていうね、このチームの輪が乱れるっていうね、ところはあるかもわかんないですけども、いい状態にいたらね、そういうこともないですけども、まあいい状態にいてもコーチの人はね、まあ来年の自分の職があるんで、そこはね、ちょっと就職活動をね、ちょっとシーズン中にやられる方もいると思いますけども、そこのちょっとね懸念はあるけども、選手は全くって言っていいほどノーダメージっていうか、ノーデメリットで、もう一つね、メリット、最大のメリットっていうのは、監督はですね、どんなやり方しても、どんないいことをしてもですね、結果が伴わないとですね、やっぱやめろっていう人がね出てくるんですよね。まあヤジもそうだけどもね、全員がその監督コーチ選手を応援してるわけでもないし、そのライバルの人とかね、反対派もやっぱりいるわけだよね。里崎にも賛成派の皆さんもいれば、反対派、何言ってんだバカ野郎と、ふざけんじゃねえぞっていうね人もいるね。何をやったとしてもそこでね、やめろっていう声がですね、もうやめるって言ってるんでですね、もう出てこないっていうね。でしかもですね、内部昇格じゃない限り代行を置くっていうののメリットがないんですよね。だからまあ近年で言うと、オリックスがね、西村さん途中で休養して代行で中島監督で、次の年中島監督ね、でヤクルトでね、高田さんが休養して小川さんが代行で、その次の年岡田さん監督っていう風にやっていくと、球団的にね、来年のためにっていうメリットはあるけども、今の組閣の中に来年の監督候補が一人もいない場合は、途中から休養して代行を当てたところで何もいいことが起こらない。なぜなら来季監督が変わるから、準備としても意味がないっていうところが出るんで、そういったところではこのね、やめろっていうね、っていうか、こうネガティブワードの発言がね、収まるっていうところでは、中にいる人たちはね、なんか嫌な気持ちにもなんないですね、スッてね、いう風な仕事ができるんじゃないのかなっていうメリットはあると思いますね。なのでですね、まあ、ちょっとね、びっくり、しましたけど、同じじゃないけども、選手がね、今年で引退しますって言うとね、おーってなるのにね、監督が今年限りでやめますって言うと、なんかネガティブみたいなね、ワードがいっぱい出てくるのは、まあね、監督と選手のね、立ち位置が違うっていうのはね、まあ、もちろん理解してますけど、監督最後なんだ、よし、今度頑張っていこうっていうね、っていう声が周りから、特にね、ファンの皆さんはね、選手はね、今年でやめますだよ、最後の花道は頑張っていけみたいな感じで出るのにね、監督がなんかね、まあ、2回同じこと言いますけども、でもだからね、周りもね、もう監督、矢野監督今年でやめるんやと、じゃあもう全力で最後に1年間応援していこうみたいな、頑張れみたいな、最後の集大成やみたいな感じでね、持っていく方がね、いいんじゃないのかなと。ネガティブに言い出すとね、ネガティブになっちゃうし、しかもね、僕が2009年に中で体験したやつに比べると全然マシですのような気がします。状況から考えるとね、それでもよ、それでも自分が成績出すことを2009年も諦めてないだけ、ただ弱いから負けただけ、補強もちゃんとなってないから負けただけっていうだけであってね、別にこの阪神とね、あの時は全然違うかなっていう感じもあるんで、そこら辺はね、頑張れでね、いいんじゃないのかなと。ちょっとね、なかなかこういうことが起きないんでね、まあ、びっくりしたっていうところはあるかもわかんないんですけども、まあ、正直ね、そんなに影響ね、ないのかなっていうところもあるんでね、まあこれからね、沖縄の方の取材にも行きますけどもね、挨拶もさせてもらえると思いますけどもね、まあ、今年の阪神がね、どうなるのかっていうところはね、注目していきたいと思いますし、矢野さんのね、集大成っていうところでね、そういう采配マネージメントっていうところをね、非常に楽しみに1年間ね、阪神タイガース見ていきたいと思います。ということで今日はですね、阪神矢野監督ね、キャンプ前に退任発表というところをね、お伝えしました。それでは明日からのキャンプ取材も頑張ります。